アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、先日行われたカンザスシティロイヤルズ戦で、打者として、スリーランホームランを2本打つ大活躍。大谷選手自身、キャリアハイ記録となる1試合8打点を記録しました。さらに投手としても、翌日の登板で8回2安打無失点に抑える好投。メジャーでは、自己最多となる13奪三振をマークしました。この前人未到の大活躍を見せた大谷選手に、エンゼルスとは全く関係のないボストンのあるメディアが、俺の大谷翔平と題する記事を掲載して、大谷選手を大称賛。年俸総額10年4億5000万ドル、約606億円でも構わないと、大谷選手のボストンレッドソックスへの移籍を熱望しています。連日連夜の大活躍で、アメリカを熱狂の渦に巻き込んだ大谷選手。アメリカの東海岸にあるボストンのメディアが、西海岸で活躍する二刀流の大谷選手の虜になっているのです。その記事では、1試合だけで8打点、そしてその翌日の13奪三振という、大谷選手のキャリアハイの躍動を紹介するとともに、大谷は本当にすごい。こんな選手は、メジャーの歴史でも、かつてない選手だ。そして、これからも現れることはないだろうと、記者のコメントを紹介。さらに、メジャーリーグの世界で、こんなにクールな選手に、あなたは、出会ったことがあるだろうか。1ヶ月ほど前に、大谷翔平を、ボストンのフェンウェイパークで見た時も、そんな気持ちだった。大谷は、かつてレッドソックスで大活躍した、ペドロ・マルティネスが、二刀流になったように見えた。それぐらい衝撃的だったんだよ。大谷は、投打の両方で、オールスター級なんだ。何度でも言うけど、もう二度と、二度と、二度と、絶対に、野球ファンが体験できないことなんだと。興奮状態でコメントし、かつてレッドソックスなどで、通算219勝を記録し、サイ・ヤング賞も3度受賞した。往年の名投手である、ペドロ・マルティネスの名前を引き合いに出して、大谷選手を激賞しました。そして記事では、大谷選手が二刀流の活躍を見せながらも、借金を積み重ねて低迷する、エンゼルスに着目。2014年を最後にプレーオフ進出を逃している、エンゼルスの現状に、記事では、大谷が、エンゼルスにいることは犯罪的だ。大谷の打撃は、本当にとんでもないんだ。時速111マイル、約 178.6 キロもの打球を、反対方向に打つのだから。大谷がいくら打っても、エンゼルスは負けてしまう。それは、大谷以外のエンゼルスの投手陣がダメで、大炎上しているからだ。大谷がエンゼルスにいることは、犯罪的なことだ。世界の野球界は、大谷があそこから、抜け出すことを求めている。どこかのチームがやるしかない。私は、我がレッドソックスにやってもらいたいと思っている。大谷は、来シーズン終了後にフリーエージェントになる見込みだ。エンゼルスから移籍してほしいと、強く熱望している。エンゼルスは、チームを抜本的に改革しない限り、強くはならないだろう。エンゼルスは現在、トラウトに40億円以上、そしてレンドーンには、約50億円もの年俸を払っている。これに加えて、さらに大谷に、60億円以上もの年俸を払うなんて、絶対に無理だろう。レンドーンをトレードで放出できればいいが、今のところ、完全に不良債権化してしまっているレンドーンを、トレードで獲得する球団があるとは思えない。そして、最近のトラウトも、故障がちになってきて、以前のような活躍が見られなくなってきた。トラウトの守備の負担を減らして、指名打者として出場させようと思っても、現在のエンゼルスの指名打者は、大谷が独占している状況だ。大谷に外野を守ってもらうプランもあるようだけど、二刀流をやっている大谷に、これ以上負担をかけてどうするのか。今のエンゼルスの GM は、大谷とトラウトを中心に、チームを作っていくって、発言しているけど、これからは、大谷とトラウトの両立は、だんだんと厳しくなっていくだろう。最悪な場合、大谷とトラウトが、指名打者での出場をめぐって、
対立を起こすかもしれない。このまま順調にいけば、来シーズンの終了後に大谷はフリーエージェントの権利を獲得する。エンゼルスはその前に大谷をトレードで放出して若手の有望株を獲得するべきだ。現在の大谷なら何人もの良い若手選手を獲得できるだろう。エンゼルスの弱点である投手陣に有望な若手選手を多く加えることができる。大谷を失うことで経済的にもダメージがあるかもしれないが、現在のエンゼルスを抜本的に改革するにはこれしかない。レッドソックスがどれだけの金額を大谷に出すのかわからないけど、彼はレッドソックスにいるべき選手だ。来年フリーエージェントになったらここボストンでプレーすべき。レッドソックスのファンも熱狂的に迎えてくれるだろう。大谷はペドロ・マルティネス以来の衝撃、いやそれ以上かもしれない。レッドソックスこそ大谷がいるべきチームなんだ。いくら年俸がかかろうが関係ない。10年4億5000万ドル、約606億円だろうが、レッドソックスの首脳陣には絶対に大谷翔平を連れてきてほしい。大谷にはメジャー史上最高額となる年俸総額約606億円を提示する価値がある、という記者のコメントを紹介して、最後まで大谷愛があふれる記事を締めくくりました。記事では大谷をペドロ・マルティネスと比べているけど、現在の大谷はペドロ・マルティネスとオルティスを合わせたような選手になっているよね。レッドソックスの本拠地であるフェンウェイパークは、二刀流時代のベーブ・ルースが活躍した大谷の憧れの地。レッドソックスは現在の大谷が所属するのにぴったりのチームだと思う。成績が落ちたら容赦ないブーイングも飛んでくるけど、大谷が時折見せるおたけびとガッツポーズ、そして気迫あるプレーはコアなレッドソックスファンを熱狂させると思う。ボストンの冬は確かに寒くてそれだけが心配だけど、それを大谷が許容してくれたら移籍もありえるんじゃないかな。とにかく大谷にはプレーオフに進出できるチームに移籍してもらいたいね。私も大谷にはレッドソックスに移籍してもらいたい。でも一つだけ問題があって、現在のレッドソックスの指名打者は DJ マルティネスが務めている。レッドソックスとマルティネスとの契約が確か今シーズンか来シーズンまでだったから、マルティネスとの契約が終了した後に大谷には来てもらいたいな。そうすれば指名打者の問題もクリアになるしね。唯一の懸念はボストンの気候の不安定さ。今の大谷はアメリカで最も住みやすいと言われているカリフォルニア州のオレンジ郡に住んでいるみたいだから、その辺のところを大谷がどう判断するか。大谷の一番の理解者だったマドン監督も解任されたから、大谷がエンゼルスを出ていく可能性は随分と高くなったんじゃないかな。海外の反応ではこのような声が聞かれました。大谷選手は以前からフェンウェイパークが好きな球場だと公言してきました。それからフェンウェイパークは投げやすいと発言したことも。大谷選手の移籍の話の時に気候のことがよく言われますが、大谷選手は東北育ちでドームといえど札幌の日本ハムでプレーしていたので、気候はあまり関係ないのかもしれません。トレード期間の終了まであとわずかですが、それまでに電撃的な発表があるかもしれませんね。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。